節税の方法ですね、個人事業主の場合と、まあ、会社員の場合、会社勤めの場合ということで、複数の方からですね、これについてご相談いただいてますので、まあ、節税の方法ということなので、個人事業主の場合は、まあ、収入、ちゃんと課税所得がですね、出てる方で、順調なんじゃないかなと思うんですけど、会社員の場合ってですね、やっぱり転覆されるので、なかなか、分からないですよね。で、関心が向かないと、まあ、手取りが一番関心があるのが会社員の方なので、やっぱりそこはあれなんですけど、なかなか気づきづらいんですけど、実はまあふるさと納税とか医療費控除とか、まあ、さまざまな、あと副業というのは僕はやっぱお勧めしますね。副業をやることで、やはりですね、結構な節税ができたりとかしますので、それに聞いてもらえば。で、フィリピンにいらっしゃる